方、空港かこれ。青森空港だね。うん。念願の今日は宿泊まりです。そうだね。青森県といえばあそこよね。そうだね。まあ、何回か日帰りでは行ってるけど。うんうん。どこかは着いてからのお楽しみです。はい。そして今日は極寒なんだよ。今マイナス6度最高気温がマイナス5度とかマイナス6度なんて青森市でね。だから今日泊まるところはプラスどうだろう6度ぐらい下がるから最高気温がマイナス10度ぐらいじゃないかな多分ね。寒いね。寒い寒い。こんなとこ行けないの多分ね。書いてないよね。でも行くしかないよね。歩いたらだって山の中入ってっちゃうね。うん、ちょっと待っとこうか。こんなとこ入ってかな。これ大丈夫？こんな真ん中こんな止まっちゃってて。後ろ来てる？左後ろ。後ろ来てる。本当にこの道合ってるの？この道しかない。あと青森市にも一回戻らないとダメだから。青森市に戻った方がいいんじゃない？うわ、こんなとこ行けるの本当に？多分。来てたもんね。前から。信じられない。ねえ、すごいね。いけんのかな。あと4キロこれいけって言うんだけど、家があるもんな。さあ戻ってきたよ。戻ってきた。44号線系のやばかったな。やばかったあれは。前から車が来たから行っちゃったけどさ。すげえバイク。わあ。何ぶつかったの。縁石か。ようやく軌道に乗った。ようやく軌道に乗ったけど、うん、どうかな。チェーン巻いてた方がいいかな。悩ましいとこだな。ねえ、どうしようね。まあ、帰ってはいるけどな。上りより帰りが怖いからね。そうだね。マイナス8度。マイナス8度。12時で。やばいね。綺麗だなぁ、ね、超綺麗。見づらいね、下が。ね、見づらいね。見えよ。ホワイトアウトだ。ライトついてるよね。ついてる。やばいやばい、来てるね、前から。行こうか、ゆっくり。まだ3キロしか来てないぞ。どうする？やばいね。あと13キロもあるってよ。そう。結構遠いんだね。結構遠いね。頑張って運転しなきゃね。冬はあれだね、カーブミラーも全然見えないね。見れない、うん。わあ。すごい。おお、すげえ坂だね、うん。滑ってるじゃん、タイヤが。でも余裕で登っていくね。これ肉じゃきついだろうな。さすがに勢いつけないと ね、 ね、途中でこう止まっちゃうと、うん、おまた見通しが悪い。気をつけて、うん、ハイビームにちょっとしといてね。ゆっくり進んどいた方がいいかな、うん、後ろから突っ込まれてだから、うんうん、あここ広いところじゃんね。茅野高原、高原じゃん。そうそうそう、ここ。あのポールがなかったら道がわかんないぞ。ここは 風通りがあるのか。そうでしょう。だから全然道がわからないね。この赤ポールに沿っていくしかないな。うん。あと 8.5 キロ、うん、まだ半分来てません。まだ半分来てないのか。そう。あ、2メーター超えたね、うん、3メーター近いと思う。やばい、見えない。ゆっくり進みな。真ん中すぎるかな。わあ、ここはすごい。3メーターだ、もう雪が。すごいね、うん、赤線まで来たよ、ここ。八甲田やってんのかな、今日。こんな中滑りたいな。すいません、申し訳ない。
上止めてくれてるんで下見ときます。申し訳ないです。やばい、パニックです。上からはもう滑っちゃってやばいぞ。これはいけるかな。これで開かない。どうだこれで。うわダメだ、凍っちゃってさ入らない。あー入った入った、よかった。オッケー、ちょっと待ってる間にさ、こっちもこんなとこで止まっちゃった。やばいか、分かんないです。チェーン巻いとくね。チェーン巻いとく。うん、やばい、ツルツルだね。ツルツル、本当に。もう滑るな、下が。ね、ブルドーザーね。止まって、前出て。いいね、OK。一歩学びました。下りで止まらないときは横に突っ込めっていうことだね。ブルドーザーが来たよ。大丈夫、後ろに下がるパターン。あー、なるほど。ではまだちょっと回復危ないので、はい、じゃあ声かけます。おお、来た、救世主が。あれで引っ張り上げるのか、すごいね。あれは強いぞ。なあ、おお、行った行った。うーわ、うーおすげー、やべえ、折れちゃったって。下がりなさいって。しょうがないね。もうちょっと右、いいよ。はい、え、なに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 、家滑る。はい、もうちょっと左に、ゆっくり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 、はい、まっすぐまっすぐまっすぐ、滑ってる滑ってる。はい、もうちょっと、もうちょっと右の方だよ。ゆっくり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 、抜けた、よいしょ、ありがとうございます。いらくなかったです。いいよいいよ。除雪してからバスどけて行きなさいって。俺らがスタックしたみたいだね。道路だね。膝パフです。もうパニックだね。ね。でもよかったね。助けてくれる人がいっぱい。俺ら助けいらないんだよ。マイナス10度。誰か来たね。2台来た。危ないぞ。どうしたらいいんだろうこれね。あ、上から来た。すごい。来た。すごいね。書いてくれてます。あれで書いてバスが降りてきたらいけるのかな。うん。ついていきましょう。やっと。2時間ぐらいかかった。ねえ。あ、すごい書いてくれた。すごいじゃん。ねえ。あ、上も止めてたんだ。そうだね。そういう感じだね。片方しか書いてないもん。本当だ本当だ。とりあえずバスを上げちゃいってなったんだね。そうだね、結構登ってるもんね。やべえやべえ、大丈夫大丈夫。おー、すごいね。うわーすごい風。止まっちゃったらダメなんだ、うん、後ろね。あ、前からも来た多分。除雪車か。除雪？何かわかんないけど、ピロピロやってる。すげえ。すごいね。あのおじさんすごいな。ああ。視界が悪い。あれについていかないと。そうだね。でもその前にさ、そうそう。おじさんが行ったんだよ。車。うん。猛スピードで。なんで行くんだろうね。車が来ちゃったらさ、ダメだ、困るからかな。いや、わかんないな、うん、上で止めとけばいいもんな。よかったね、でもそこまで行ってこれるじゃん。なあ、よかったよかった。大変だぞ、うん、今反対側すごかったもん、ね、バンパー埋まってたもんな。豪雪地帯の大雪警報だからな、うん、いや、こうなるの分かってたからさ、うん、今日はもう
早かったんだよね。11時12時に着くように出てきたんだけどね、うん、で駐車場で待ってようと思ったんだけど、うん、もう今3時じゃん。もう3時になるね。すごいな、マジで。すごいね。本当に滑りまくってるの。すごいな。結構深くなっちゃっててさ。そうか、今さ2時間ぐらいバスで車止めちゃってたから車も入らないし、うん、そうちょっと広んだら 20-30cm。 すごいな、量に積もってるね。すごいところに来てしまったな、マジで、うん、どこだ、入り口ここだよね。 違う、ん、何上か、ここが入り口。駐車場どれだ。入れる、大丈夫。わあ。入れたけども、駐車場はどれ。駐車場はそこに1台入れるかな、横に。どれだ。このポールの横じゃない。ここだよね。だからそこに1台入るしかなくなる。そうだよね。この大雪の中でもさ、滑ってきてるけどさ、場所わかるのかな。すごいね。はい、こっちこっちこっち。ドアが開かないじゃん。ねえ。すげえ。マジでみんな。すごい雪になっちゃった。だらけだね。よいしょ、とりあえずチェックインしようか。天国だね。天国だね。うん、あと長靴がさ、やばいね、その腰。あ、すいません。ご夕食はですね、お部屋でのご食事になります。で、朝食会場は最初の階段を上って、はい、チェックインができました、無事に。なんか母だよね。疲れたね。ここがこの第6点、そうそうそう、第千人風呂、千人風呂か、千人風呂、深湯の火場の湯かな、うん。で、なんか玉の湯っていうのが内風呂が奥の方にあるんだよね。 そこは洗い場がついてるところ。ここが、あ、男の人の玉の湯、そうそうそう、内風呂。ここがラウンジ、サロンだね。サロン。
の1階の奥で一番奥だ、うん、下が床段だね。本当だ、うん、すごい暖かい。こういうのもあるのか、すごい、ね、青森県産ホタテスープ450円。え、ちょっと待って、モンブラン400円だって。いいね、いいね。何時まで、これ何時までかな。モンブランテイクアウトしたいもんな。先は宿泊者以外は通行をご遠慮ください。わあ、初めて見るね。初めて見ます。陶磁島です。いやーすごい。9時までだね、うんうん、だから8時9時、うん、これ100円でするんだよね、うん、オッケー、はい、冷蔵庫はもうこれ冷やしっす。あとであそこの洗濯機を使いに行ったらいいな。戻っていける、うん、2階、はい、え、止まりか。あ、本当だ。部屋はこっちはこんな感じで、うわ広いね、すごいじゃん。でこっちがもう一部屋で、ここが出入り口だってさ。俺らの部屋ここなんだけど、でかいんだよね、なんでか。うわで、ここにも荷物置いといて明日スキーにすぐ行けると。ウェア着てかないと多分明日車埋まってるんで。いやー、で今日は夕飯はここで食べれるらしいので、しばし待ちます。さあ、とりあえず洗濯だけしちゃおうか。洗濯機があるからさ、降りるんだよ。うん、パンパンだね、1週間もなると。はい、洗濯機を、うん、はい、で、うん、なんでもいいんじゃない。そこお風呂に行きましょう。イエーイ。もうさ、うん、部屋食っていうのが素晴らしいよね。いや、楽しいね。部屋で食べれるのは楽ちんじゃん。なあ。ああ、バスが到着したみたい。今日は大変だったろうな。
こんなんじゃな。いやー最高でしたよ。そりゃもう天国かと思ったぜ。あー気持ちよかった。最高だったね。どっち入ったの？俺は仙人風呂。仙人風呂に二人しかいなかった。え？すごくない？すごいね。いやでちょうどね出てきた時にいっぱい人がチェックインしてた5時ぐらい。だからもう今日スタックしまくってさ。そうだろうね。大変だったんだと思う。そうだろうね。うん、私ね玉の湯に入ってきた。あれ洗えるよね。俺も最初玉の湯も行ったんだよ。すごい雰囲気のあるさ木張りで。そうそうそう。ねちゃんとね洗最初に洗って、うん、で女子専用のね時間があるんだよ8時から、うん、8時から9時の間女子専用がそうそうそう火場仙人風呂入るから。でもそれより今行った方が空いてるけどな多分昆布和え椎茸の昆布和えで里山の朴葉味噌朴葉焼き、朴葉焼き青森サーモンマリネうんリンゴ豆腐え、リンゴ豆腐、うん、すごいで、鍋が なんていうんだろうねジオートンっていうのかなのリンゴ鍋リンゴ入ってるよリンゴ鍋リンゴ入ってんので、キンキだって魚キンキだってよキンキで、タコの煮じめどれだろうこれお刺身のこと三種いや違うわかんないねタコの煮じめっていうのこれか違うなおこれすごいこれがなんか煮物ででお刺身がマグロヒラメイカ美味しそうだなでデザートがリンゴのタルトリンゴのタルトリンゴ尽くしだね今日は、ね、で横にご飯とお味噌汁お味噌汁もなんか美味しいらしいよ美味しいらしいよ美味しいらしいよって何火かけてから寝合って、うん、いいね最高だね部屋で食べれる贅沢よいい、ね、最高じゃないゆっくりいただこうそして今日はこれですナイアガラナイアガラ持ってきましたちゃんと持ってきましたこんなもん、うん、デザートワインなんだけどねまあいいか乾杯あーうまいめちゃくちゃうまいなこれ超うまいねおいしいねすごいめちゃくちゃ飲みやすいアイスワインみたいな感じだねねえ当たりが全然チクチクしない早速食べていきましょうよはーいいやご飯もおいしそうだねそうだよキラキラじゃん最高ですこれで1万2、3000円って安いよね、1人ねなあ、この歴史ある旅館に泊まれてさ、うん、いいよねすごいよいただきまーすうまそうだなぁやっぱり何からいくきのこほんと俺刺身うわ、おいしそう、きのこなんか青森ってヒラメが多いよね味が美味しかったもんね、うん細かく切った昆布が入ってる。うん。うまっ。うん。超うまい。おいしいこれ。本当。キンキ食べれるのすごいじゃん。うまい。うん。これうまいな魚。超うまい。ねえ、うん、抜群の塩加減でさ、うん、油も乗ってて、うんうん、うん、うまい。うわこれ美味しそう。漬物、煮物。うまいなこのキノコ。すごいね。美味しいでしょ？うん。うん。あ、お味噌汁もいい感じだ。あ、うまいこれ。これすごいよ。キノコがすごいいっぱい入ってる。すごいね。こんな贅沢なお味噌汁くれるんだ。ねえ、すげえなこの貝。本当。これ何かと思って裏向けたらこんな。うん。すごくない？お味噌汁超美味しいよね。美味しい。すごいねこんなにいっぱい。そう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 。こんな大きいのが入ってる。いいよね。最高。うん。
案内読んでたんだけどさ、うん、温泉がさ、あの千人風呂で、ねうんうん、熱湯があってさ、奥にさ熱湯とか熱湯があって、で奥にさ、支部六分の湯っていうのがあって、うん、これ熱湯が一番熱いと思ってたの、うん、そしたら違うのね、確かになんか熱湯って書いてあるけど奥の支部六分の湯の方がさ、うん、熱いなと思ってたの、うん、支部六分の湯ばっかり俺入ってたんだけど、うん、なんかどうやら違って体に感じるぬくもりは熱湯の方がぬるいんだってやっぱり、うん、俺が思うようにね、うん、だけど後でじんわり暖かくなってくるのが支部六分の湯だって、支部6分の湯に長く入ってた方が湯冷めしづらくて暖かく感じるんだって、うん、そうなの、そうそうそう、なんか違うの、うん、で微妙に違うんだよ、pH も違うし、うん、で泉質も酸性で、うん、まあ、似てるんだけど微妙にちょっと違うの書いてあることが、へ、うん、これ後でちょっと読んでから言ってたら、うん、面白いよ、面白いね、うん、日本大きいね、重いよ、すごくないこれ、すごいでもめちゃくちゃね柔らかい、美味しいよ。うーん。ね。美味しいねー。ああ。すごいね、順番。こうだ、こうだよね。え、蒸気上げてからだよ。すごいよね、これ。なんか。お土産物屋さん見に行く、うん、ここがツアーガイドでしょう、ね、五平餅売ってるじゃん、切れてるのは何、手振り学校、おかず学校、これ切れてるよ、おかず学校、うん、ほら燻製ニンニク、ああお酒もいっぱい、端っこに寄せてみたいなんだけど車を鍵預けてて、でもまたこんなすごいね、寒い寒い、じゃあこれで俺はお風呂に一周して一周して、いいよ、うん、お風呂行ってくるね、うん、8時から女性専用になっちゃうからそれまでに行かないと、うん、お忙しいぜ、うん、ああ最高だったねお風呂も、最高よかったじゃん、あっちも入れてすごいよかったよ、いいよねあそこね、もうなんか久しぶりにゆっくりできた気がする、なあ、では宴会タイムです何これ何当たり目って、スコーンは私のだからね、当たり目とこれとこれは、じゃあ俺はプリッツ、うまいぞ、プリッツ4つも食べれるよ、杏仁豆腐ね、いいよね、余ったら持って帰ったらいいもんね、買ったこれ、このセット、売店にね、うん、いっぱいお酒が、あ、売ってたね、売ってた、うん、このさ、日本酒とかが好きな人がさ、電酒ね、よりどりみどり、そうだよね、いいね、なんか久しぶりにのんびりじゃない、年末年始もずっとさ、そう忙しかったもん、めちゃくちゃ忙しかったもんな、31日と1日もずっとなんかやってたもんね、動画作ったり、忙しかったから久しぶりで人間に戻ってきましたなんかさ、この旅中もさ夜はずっと動画編集してるから、うん、ね、結構忙しかったから、忙しかったから今日はもう一切パソコンは触りません、はい、乾杯、本当に美味しい、甘いの好きな人とかね、そうそう、お酒好きな人は嫌いかもね、うん、はい、甘いの嫌いだと、しょうがないから、
ぜいたくあたりになるよ。美味しいなこれ。美味しい。これもうお風呂行ってる間に食べてたんだよ。うん、うん、さあのんびりしましょう。おお。ああバリ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 だね。すげえ。おはよう。朝ごはんです。まず結構降ってるよ。昨日からの24時間でさ、120センチ積もってる。すごくない？24時間もうちょっとかな。1日ちょっとで20、1日ちょっとで120センチ。気温もマイナス 12.5 度。日本で今年最初の3メーター超えだって。日本で、3メーターだもんな。今320センチだったよ。すごいでしょ。一昨日200センチだったんだから。すごいね。ね、うわ、もうみんな行くよ本当に。すごい。いいね。ご飯が何杯でも食べれるやつだな。美味しそうだね。美味しそうだね。いただきます。すげえ車あった。おお。昨日の俺らだ。あ、映ってた俺らの車。すげえな、吹雪です。なんでここでも来てくる、うん、超楽じゃない。いい ね、 ね。で、これをちょっと最近ずっとこれ履いてるんだけど、うん、ウェッツェのデカトロンのウェッツェ結構いいね。この上の色違いをご提供いただいたんで、最近これを履いてます。はい、M サイズちょうどいい。うん、ここで調整できるし。あ、ここについてる。そう、流れ用の。うん、うん、結構いい感じ。ちょっと長いけど、でもね、ブーツ履けば、そうそう、大丈夫。そんな感じになってるよ、うん、ちょうど良さそう。で、上も、上はもうずっとここ、今シーズンずっと着てる。ピンク色。上下ピンクもあるし、上下緑もあるんだけど、うん、上と下ちょっと色を変えてみて、こんな感じです。上も M。170センチかな、俺が。体重が70キロぐらい。うん、M でちょうどいいね。うん。ユニクロだと L だから、うん。うん。デカトロだと M でちょうどいい。いい感じでしょう。うん。よし、じゃあ行きますか。はい。チェックアウトして、行くか。行こう。どうだに。おーい。今日ロッペ動いてるらしいから、うん。知ってみよう。はい。わあ、なにこれ、超漏れてる。なにこれ。
中に置いといたらもうペットボトルの水も凍ってしまった。それでこの冷蔵庫の中のさ野菜が凍っちゃった。カッチンコッチン。そう、うん、ダメかな。大根、まあ大根別に凍らしてもいいけど。さあ出発します。はい、今ちょうど雪が止んだからさ、うん、チャンスだね。チャンス、すごいね。凄まじいね。凄まじいよ、雪が一日であんなに過去一だな。しかもあれ夜からだからね、うん、夜車移動してるはずだからね、うん、今日はちょっと暖かい、マイナス10度。ちょっと暖かいんだ、マイナス10度だって朝だもん。まだでも10時か、そんなもんか。昨日って一緒ぐらいか、うん、夜マイナス 12.6 度だったかな。いや旅館のさ、あの窓もバリバリだったよ。バリバリでさ、結晶がついてたもん。そうそう、結晶になってた、うん、すごいな。3メーター超えだもんな、一気に1日でね。1メーター20センチ降ってるから今日はやばいんじゃない、パウダーがね。ちょっと怖いから1本かな、とりあえず様子見のね、うん、結構途中急なとこがあったからさ、コースも。あ、そうなんだよね、うん、外回るコースもあるんだけど行ったことないからちょっと怖いじゃん。ロープはあんのかな。ロープはあったね。 あったけどどうだろう、1メーター以上降ってるから持ったんじゃない、うんうん、だからちょっとずつ離れないように行かないとね。そうだね、うん、まあ、前回取った道の方がいいかなとは思うけど、うん、いいと思う、うん、基本バックカントリーだもんね、ここも。そうだね、うん、一応コース、一応スキー場内なんだけど、うん、バックカントリーみたいな感じだから。そうだね、うん、ウェア着といてよかったな、うん、こんなウェアがさ車の中だったら終わったぞマジで、うん、行くまでにもう雪まみれだよ。そうそう、あんなフリースのズボン履いてたら。昨日なんか私ジーンズだったやばいよもうジーンズですっ転んでたからね、もう雪山だから濡らしたら終わりだよ。びしょびしょになったよ。あーマジチェーンやってよかった。やっぱチェーンは必須だね。ねえ、今日もさ朝駐車場からみんな出れてなかったもん。そうだね、あれ隣の車4駆だったけど出れてなかったね。あ、そうなんだ、うん、4駆だった。全部雪かいてやってたけど、うちの何も問題なく出れたじゃん今。うん、いやよかったね、本当にチェーン巻いといて。チェーン巻いといてよかった。でも結構チェーンは早く巻いた方がいいかもね、こういう坂行くときは、うん、で雪が深くなったら必要かなと思ってたけど、意外と雪よりも雪の下にいる氷がやばいかもね。うん、何かあった時にさ普通急制動なんかしないじゃん、雪道なんか、うん、だけどああやって前でスタックしちゃってたりさ、うん、道塞いじゃってた時にね、カーブの出口で、うん、今20キロしか出してないけどそれでも20キロから0キロで急にしないとダメとかなったらさ、うん、結構踏まないと止まらないし。そうだね、うん、そうなるとスタックしてるところっていうのは基本滑るところだからさ。そうだね、下りも滑るから。そうそうそう、チェーンはやっぱいるね、こういうところでは、うん、練習してたからスムーズだったでしょ。スッとできたよ。私だったらもう何これって説明書まず読み始めて。去年で一回練習してるんだけど。練習したけどね、なんか毎年何回もやらないと忘れちゃうからさ。そうそうだね、うん、やっぱりここだね、結構長い急なさ、下り坂のここだ、ここだ、ここで止まっちゃってたから危ないんだよね、このカーブがあって。結構でも本当に急だよね。うん、急急、うん、急の先にカーブだよ。そうそう、うん、隣は何かと思ったらこれ車だったぞ。ズボンと一緒にこのヘルメットも新しく提供いただいたのでこれを使います。いいよこれは、今日の雪の日とか。さあ八甲田です、はい、11時何分で終わりだって、強風で危なかったね。ギリギリ、マジギリギリ危ねえ。
15m。 ああすごいな。降雪 90cm だって、すごいね。すごい、すげえ。外国の人ばっかり。ちょっとねスノーモンスターできてそうだったよ、うん、ちょっと見に行ってもいいね。動いたり止まったり。風速 15m って言ったらちょっとした台風じゃんね。これともう一本で4級だって。危なかった、ね、本当に。すごいね。これで動かしてくれるんだもん、すごいよな。すごいよね。すげえ揺れてるじゃん。ね。風で。レールに入ったんだね。レールに入ったね。ようやく。すごい。あ、着いた着いた。氷の壁。氷の壁。もうすってってるじゃん。すごいね。すごい。いやーすごい。いいですかこれ。ちょっとだけではこういう時もありますすごいね。だぞ。飛んでるな。メガネしたままできるんでしょ。そうそう、メガネしたままできるし、俺あんまゴーグル好きじゃないから、うん、すぐこう外せてさ、うん、こうできるから、あ、眺められるしね。すげえ便利、うん、いいよねこういう日に。こういう日にはもういいでしょ。最高でしょこれ。いいよ。ちょっと猛吹雪だね。もうすごいもん、ピューピュー音が。ピューピューね、うん。じゃあ行きますか。ぎゅうぎゅうだからな。うわ、雪の壁で、うわ、すごいね。やべえ。これはすごいぞ。こっちやばいね。なあ、全然見えないね。すごいね、モンスターが。すごいよ。いいよ、行っていいよ。
そっちじゃないよ。ちょっと降りてきたね。樹氷がスノーモンスターがなくなった。無氷になった。右の方だよ。うん、どこでもいいんじゃないかな。もうここまで来たら。すごい入ってるよ。自分の中に。行くぜー、はい。またすげえ雪になってきた。おかしいな。なあ、一時だぞ。一時の山ってなってたのに。とりあえず降りよう。うん。おお。どうしよう悪い、うん。ゆっくり行きます。ゆっくり行きましょう。おお来たよ。こんなとこから来た。すごいね、みんなこんなとこから出てくんの。なんかでも前も途中から、うん、出てきてたけどさ、みんなこっちに歩いてきてたよね。いや、もうこれメインの道。そうだよ。あ、そうなんだ。さっきのがそうなんだ。じゃあそうそう、ああそういうことね。明るくなってきたね。チェーンはどこで外そうね。もうちょっと下の方だよね。だよね、うん、最後の方だよね。でいいよね。うん。視界が良くなったね。良くなった。だいぶ運転しやすい。うん。もう下は晴れてるかも。晴れてるかな。結構坂だね。うん。マイナス10度、うん、すごいね。お昼だからね、うん、
構滑るな。すごい滑る。おお。やべえやべえ。そろそろバスも上がってくるんじゃない？うん。1時半ね。明日が暖かいらしいからね。あ、そうなんだ。昨日のさ、青森市の最高気温マイナス6度でしょ、うんうん、マイナス5度かマイナス6度、うん、で、明日は7度だって。やばいよね。めちゃくちゃ雪降ってるから青森市も、うん、多分一気にまた溶けてさ、溶けて大変なことなんじゃない、ね、洪水が起こるんじゃないか。7度ってすごいね。急に明日だけね。よし、ゲートを出た。ここでよかったよかった、ゲートを無事出れました。あ、ここでもいいんじゃない。なここでチェーン外すわ。はい、いいね、簡単。いいよねこれ、うん、ちっちゃくなるしね。ほんとだね。ちょっと後で乾かす。うん、オッケー。